ジョン・スカーレットジョン・スカーレットは、イギリスの情報機関 SIS の長官。オックスフォード大学のカレッジで優等生代表に選ばれ、奨学金を得た。オックスフォード大学現代史専攻卒業後の1971年、スカーレットは外務省に入省して、秘密情報部に配属された。2年後の1973年、最初の海外勤務として、ナイロビに駐在。 当時の魅力ナイロビ駐在部には彼の前任の魅力長官となるリチャード・ディアラブも勤務していた。当時、ケニアでは政府官僚と外国の観光客がテロの犠牲者となりつつあった。1975年3月、彼は当時 CIA の官位予説が流れていたケニアの野党議員、カリウキの暗殺の調査に参加した。ケニアにおいてスカーレットはイスラエル等の友好国の 情報機関との協力の非常に有益な経験も得た。1976年夏、ウガンダのエンテベ空港を教習したイスラエルの特殊部隊により解放された人質たちがケニアに運ばれてきたのである。アフリカでの活動が認められ、1976年、スカーレットは最前線であるモスクワに発見された。当時、ミロクは1974年に協力者として、 獲得した KGB 将校、オレグ・ゴルジエフスキーを保護するため、KGB に偽情報を流すことに努めていた。スカーレット自身の活動については明らかではないが、後にイギリスに亡命したゴルジエフスキーは、スカーレットがモスクワ駐在部から外れるように KGB が彼の誹謗中傷を試みていたと証言した。1984年、スカーレットは、 リチャード・ディア・ラブとミロク・パリ駐在部長のポストを交代した。核保有国であるフランスの首都の駐在部長のポストは出世の階段と考えられている。その後、帰国したスカーレットはロンドン本部でソビエトでの協力者工作を統括し、KGB の疑いが強まっていたゴルジエフスキーの脱出作戦を指揮した。ゴルジエフスキーは外交車両のトランクに隠れ、 フィンランドに脱出することができた。ゴルジーフスキーによれば、スカーレットは現代の最も有能をかつ成功した英国情報機関員であり、同時にロシアを愛している。スカーレットはゴルジーフスキーとの会話時、ロシア語でのみ話すように要請し、自分の娘をロシア名で呼びすらした。1991年、スカーレットはミロクモスクワ駐在部長に任命された。 ソ連崩壊は、ミロク本部では、熱狂を持って迎えられたが、ミロクモスクは、駐在部の定員は著しく削減され、任務は、ロシア政府との公式な連絡に変わった。1992年10月に、ミロクは、ロシアとの公式接触について提案したが、すぐには、受け入れられなかった。1994年になって、初めて、両国は、 組織犯罪に対する共同作戦に関して合意に達した。しかし、スカーレットの任務は友好関係の発展に限定されていなかったようで、1994年3月に国外追放された。国外追放の原因は、ソ連国防省産業局長を務めたワージムシンツオフ、ガミロクによる協力者工作を受け、1994年1月に、 逮捕された事件に対する報復と考えられている。帰国後、スカーレットはミロクの防御部長となり、2001年、イギリスの情報機関の活動を調整する合同情報委員会を率いた。2004年5月6日、イギリス政府は次期ミロク長官にジョン・スカーレットを指名した。2004年8月、リチャード・ディア・ラブの人気満了により、彼はミロク長官に就任した。 ありがとうございます。